包囲軍のし、うん、いざ。城陽制圧後、関西の水を繁城へ引き込む。水攻めで敵の戦意をくじくのだ。私にとっては初めての実戦。父上の戦、学ばせていただきます。どうされました？我が手を父上が戦の最中に考え事とは。主の観察を見て兄弟を思い出した。しばらく会っておらぬゆえ懐かしく思えてな。さあ俺が相手をしてやるぜ。お前なんかにやられちまうかよ。さあ俺と勝負だろ。覚悟しろ。我が手を示す。敵将討ち取ったり。父上、城陽は制しました。西包み取りでにて水攻めの指揮を。半城の北に敵の援軍が。大将は遠近のようで。我が身を尽くす。父上、水門解放の指揮をお願いします。ご自身の手で半城にとどめを。第一はこの付近がいただく。カン覚悟せい。我が手を尽くす。敵将将軍援が討ち取った。悔しいがここは引かれば。義の野心を一息に飲み込め。報告、水攻めにより義軍の被害は甚大。敵兵の戦意も著しく低下しています。策はなった。全軍繁盛に進め。なんと大きな戦だ。私が父上の息に達する日は遠い。観策、父の背を追う必要はない。お主はお主の戦をすればよいのだ。この船は勝利への橋だ。繁盛に突撃。急な攻めだな。いい意味の。
仕留め、こう焦ったか。今は最後に勝利するためにな。父上、繁盛はほぼ制圧しました。あとは大将の宗神を討ち取れば。報告、五軍が我が領内に侵攻。すでに公安と公領は陥落しました。そんな、五が我らとの同盟を破ったというのか。カング様、一大事です。城外に魏の大軍が。